フィリピン共産党は1968年設立のフィリピンの共産党。第二次世界大戦前に決闘されたフィリピン共産党とは通常区別されている。フィリピン共産党は1968年の設立以来地下政治組織として存続しており、その運営は設立時より秘密とされている。武装革命によるフィリピン政府の転覆を目標とし、 武装組織である新人民軍と民族民主戦線への直接指導を行っている。フィリピン共産党はフィリピン共産党の精神を引き継ぐとして中華人民共和国の共産主義の指導者である毛沢東の75歳の誕生日でもある1968年12月26日に再建された。議長はアマドゲレロで過去のフィリピン共産党の中央委員会メンバーが 再建を主導したと主張されている。CPP の思想は、マルクス・レーニン、毛沢東主義で、過去のフィリピンの反乱と、革命や、カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ウラジー・ミル・レーニン、ヨシフ・スターリン、毛沢東の理論を財産とみなす、革命的なプロレタリアの党としている。マルクス主義、レーニン主義、毛沢東主義によってガイドされるプロレタリア革命の、 世界で理論と実践を進化させることを助ける。プリアンブル、コンスティテューション・オブ・ザ・コミュニスト、パーティー・オブ・ザ・フィリピン、1968CPP は、アメリカ合衆国政府により、国際テロ組織とみなされている。ありがとうございます。